を見てれば、変異は心の中に。本当に痛い。体操を見ます。そして我から、ね、受けられるように、我から先に通り。ですが、危ないので。你不要只看对方非疾病的时候，你要看的是看对方的症状。これだと危ないので、皆さんしっかり相手のね。你要看对方的眼睛。これは手じゃないんですよ。这个不是手。手の方なんです。这个是手刀。押しても、彼の力に勝てない。你如果是用力去跟对方推的话，对方也用力跟你拼，所以就推不动。この手先で押さえるには、より体に近いところ。一只手是在对方的手掌这边，另外一只手是靠近对方身体的地方。呼吸法の運動なんですよ。这个是一种呼吸法。腕を押さえようとしたら無理がある。如果是要再用力去压对方的手是没办法的。これは導くだけ。就引导对方。へそで、へそで動く。へそで押さえる。然后往自己的肚脐中心线上的压制下。気をつければ、動いてもいいですが。如果对方有动的话，我们也是可以用他的动作去做。この部分で、押そうとすると時間かかりますから、これを足を吸収していきます。如果对方他的力量是跟你推进来的，也可以把对方的力量是吸收进来的方式。普通の向き方はこうです。もしくはこう、三角入れて、これを。じゃあ、足立の三角を上回る。今は皆さん、吸う方、これを入れてください。これを入れて。これだと、狭いスペースの中でもできます。そして、押さえは、必ずこうです。压制的时候要像这个样子做。ここから立つと危ないね。広がったら必ずこう、これで。要起来之前也要像老师这样子移动。一边压制一边转身之后才要站起。ここから相手を許してあげます。けどどうなんですかね。でも相手が左手で打ってくる。左手で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 左因为对方有可能会进行这种动作。那我再来，刚才我不对，还 OK。那如果你手那边有确实空隙的话，会压上去。そのようにこれで刺す。少し少し。打たれた場合、はい。疲れると打たれる。对，打过去。打たれるんですか。終わりじゃないんです。いつも最後からですね。要记住，你的每一个动作都不会是专的动作就结束了，你要随时要预测到有可能接下来还会发生什么状况。你丢的吗？二教练也是可以这样做。前の動き、彼の強い場合にはこれ危ないんですから。如果对方的力气是很大力的往自己身体方向过来的时候，就会像刚刚这样子，做另外一个方式来做二教练。だから、何かに相手の動きで、必ずこれが効くとは限らない。我们这个教不是只限于做这种形式的二教。これをね、どうせ。但是痛みを決めるのは危ないですから。決めないでください。危ないですからね。伸ばした状態で、ガッこれやったらと、肺活量にもなります。ゆっくりゆっくり。できるでしょ。大姐是可以做的。まずは。